この静かなる防衛では、オーストラリア潜水艦建造計画の情報を追いかけていました。今回、なんと、米英が原子力潜水艦建造計画へと、プラン B へと、発表度肝を抜かれましたね。フランスも、わざと、建造を遅くしているのかと疑われる自国の建造スピードで、オーストラリアの通常動力型潜水艦建造の大幅な遅延に、米英が、待ったなしの対中圧力をかけてきました。それでは、オーストラリアの原子力潜水艦建造計画を詳しく見ていきます。米国が参加すると、その建造計画は猛スピードで進みます。台湾の潜水艦建造計画も数年で、今、一番艦が収益を迎えます。早いよね。次期、主力潜水艦の導入を進めていたオーストラリアが、フランスのナバルグループ社と締結していた通常型潜水艦アタック級12隻の建造契約を破棄して、アメリカの建艦技術の供与を受けて、原子力潜水艦8隻を建造すると発表した。この原子力潜水艦建造については、非核兵器保有国であるオーストラリアが、原子力潜水艦を保有するという極めて異例の事態で、オーストラリア初の原子力潜水艦はアメリカの協力の下、アデレードで建造されるという。オーストラリアのモリソン首相は、オーストラリアは核兵器の保有は目指していないとして、核兵器不拡散に関連する義務を果たしていくと説明し、アメリカのバイデン大統領もオーストラリアの原子力潜水艦には核弾頭は搭載されず、通常兵器装備となると述べている。オーストラリアのロウィ国際研究所のルマユー研究ディレクターは、世界で原子力潜水艦の保有国は6カ国しかなく、オーストラリアが保有する意味は重要であるとし、もし近年の中国の南シナ海などへの海洋進出がなかったら、原子力潜水艦建造技術をアメリカがオーストラリアに提供して共有することはなかったであろうと、としている。このオーストラリアによる原子力潜水艦建造計画は、2021年9月15日にオンライン形式で開かれたバイデンアメリカ大統領、ジョンソンイギリス首相とオーストラリアモリソン首相が三者会談において、オークスと名付けられた3カ国による新たな安全保障パートナーシップの枠組みに合意したことを受けて発表された。この枠組みについては、アメリカ政府高官が中国など特定の国を標的としたものではないと説明。今後は1年半の期間をかけて、3カ国の外交、安全保障担当高官によって協議が進められ、軍事と安全保障における技術の相互運用や情報共有を深め、軍事面における部品供給の統合などを図ると、ともに人工知能などの分野でも連携を深めるとしている。しかし、このオーカスの創設が、近年のアジア太平洋地域における中国の自己中心的思想に基づいた海洋進出が、その背景にあることは間違いなく、先日のルマユー氏の指摘が的を射ているとする声は多い。そして、このことで、これまで、アジア・オセアニア地域では、親中国派と見られていたオーストラリアは、これまでの中国との関係を捨てて、アメリカを主体とする反中国陣営に加わることになった。この、オークスの創設を受けた中国の反応は、外務省の張立堅報道官は、16日の北京での記者会見で、オークスは地域平和と、その安定を損ねる存在となり、世界の軍拡競争を煽り、核不拡散への国際的な取り組みに反するものだと主張して、核兵器の保有は目指さないとするオーストラリアモリソン首相の発言には疑問を呈した上で、これはアメリカとイギリスによる核輸出でありダブルスタンダードであるとして非難した。また、日本政府は16日の記者会見において、加藤官房長官が、
BRICS 創設は、インド太平洋地域の平和と安全に貢献する枠組みとして重要であるとして歓迎する意向を示し、日本が主導しているアメリカ、オーストラリア、インドとのクアッド、QUAD や、東南アジア諸国連合、ASEAN と日本の関係性についても触れて、日本が自由で開かれたインド太平洋の実現に向け、同盟国や友好国らと緊密に連携を図りながら貢献していきたいとした。一方、アタック級12隻の建造契約を破棄されることになったフランスの反応は、ルドリアン欧州外務省とパルリ国防省が声明を発し、建造契約の撤回を決定されたことは、フランスとオーストラリアの協力関係に水を差すもので相入れられないとした上で、オーストラリアの態度が一貫性に欠けると批判した。このアタック級建造計画については、現役のコリンズ級潜水艦の老朽化に伴って、その後継艦として通常動力潜水艦の建造を計画し、2014年あたりから日本、ドイツ、フランス、スウェーデンなどが自国潜水艦の売り込みをかけていたもので、2016年4月にフランスの DCNS、ゲンネーバルグループの提案が採用されて、アタック級潜水艦と名付けられた。アタック級は、フランスの原子力潜水艦、シュフラン級の動力を通常動力に換装したもので、オーストラリア本国において建造されることになっており、それによる雇用創出が期待されていたのであるが、人件費の高いオーストラリアでの建造では、海外での建造よりコストが跳ね上がることとなり、両国の交渉が折り合わず、その計画が滞っていた。2021年6月に、オーストラリアのモリソン首相はフランスを訪問し、パリでマクロン大統領と、このアタック級潜水艦問題について会談を実施。この先2年間の設計作業計画を202年9月までに提出してほしいとして、履行されない場合には、オーストラリア国防省がフランスとの契約を破棄するだろうと伝えていた。アタック級12隻の導入費用は、当初予算では、造船所設備建設や運用経費なども含めて900億オーストラリアドル、約9兆8400億円であったが、ネーバルグループによる設計段階での建造費試算が1隻あたりの3200億円以上に跳ね上がり、高価なリチウムイオン蓄電池が搭載された日本の最新鋭潜水艦タイゲイ型が800億円であるのに比べると、通常動力潜水艦としては超高額となっていたのである。これは、アメリカ海軍の最新鋭攻撃型原子力潜水艦、バージニア級の3800億円に近い金額で、ならば、原子力潜水艦を建造した方が、オーストラリアの国益にかなうと考えるのは当然であろう。オーストラリアの原子力潜水艦が、どれほどの排水量になるのかは明らかにされていないが、アタック級並みの4000から5000トン級とするならば、建造費はもう少し抑えられるとされている。しかし、オーストラリアが原子力潜水艦を保有するには、いくつかの問題をクリアしなければならず、まず、原子力の軍事利用をタブーとしてきた国内の意見をまとめなければならないことがあり、他には、アタック級を選択した大きな理由であった国内雇用創出の問題もある。また、原子力潜水艦を保有後の運用にかかる費用の確保も、現在のオーストラリアの経済状況を考えると困難が予想されている。そして、さらには、通常動力潜水艦でさえ、独力では国内建造ができないオーストラリアが、アメリカの協力を受けるとはいえ、果たして経験のない原子力潜水艦を建造することを懸念する声も上がっている。ただ、オーストラリアが
原子力潜水艦を保有すれば、その活動範囲が大きく広がり、南シナ海にまで進出することが可能となるため、それを当てにしたいアメリカが本腰を入れてサポートすることで、それらの問題を解決できる可能性はある。